はい、こんにちは。J1BJT です。2022年12月10日ですね。去年2021年のね、同じぐらいの時期ですね、12月の9日にですね、初めて、IC705 のね、開封動画ってものをね、あげました。それから1年経ちました。今はね、おかげさまでですね、7300M をね、これも春に買ってたもんなんですけどね、ついこの間から使い始めて、2台体制でね、やるようになりました。で当然ね、自宅で使うときは 7300M に AH730 をつないでるんで、すぐにね、705の方にはね、切り替えられないんですけども、まあ、今ね、どんな感じで、ね、使ってるかっていうのをね、少しね、ご紹介しようと思います。さっきね、ちょっとこの周波数聞きながらね、操作したものがあるんでね、それをね、使って少しだけね、ご紹介したいと思います。ファイルになってる曲があったんで、そのファイルになってる時の、CQ をね、出してる側としては、ビットで聞き分けると。で、呼ぶ側の曲は、まあ、デルタ TX ですね。これでね、呼ぶときに周波数をずらすっていう感じのお話です。まあ、ね、1年ぐらいやってですね、まあ、1年やってって言ってもね、その1年前は無線機を買ってきたばっかりで、まだね、3級の免許が届いてない状態ですね。この日付で言うとね。でその後、3級の免許証が届いて、局面の変更申請というか、IC705 を増設、送信機の追加で、3級相当で追加するっていうことをやって、今年のね、お正月明けから、CW 出れるようになったんですけども、そこからするとね、まだ1年は経ってないんですけども、無線機を使い始めたのがちょうど1年前だったんでね、今こんな風になりましたってことを少しお話しています。僕がね、今こうやってますよっていうだけの話であってね、Vlog と称してるんですけども、Vlog なんでね、日々の活動、今何やってますかっていうだけの話なんでね、これがね、正しいとかね、これがね、優れてるっていう話ではないんですけども、いろいろやってるうちのね、試行錯誤で、今の自分はこんな使い方になってますっていうだけのご紹介です。なので、もっと上手い使い方をしてる人もいるでしょうけども、私の環境、私の住んでいる場所を、出しているアンテナのロケーション、そして ATU とかをつないで使っている時のですね、ノイズの入った環境ですね、ノイズまみれの環境でどう頑張ってやってるかっていうだけの話ですね。アンテナが自由に出せるわけではないので、上には出せません。横方向、ベランダから正面に若干突き出すことができるだけの環境で、その中で釣り竿をですね、6メーター弱のエレメントを使った ATU ドライブの釣り竿アンテナ。それを使って、なんとか自宅でも無線で遊んでますっていうね、そういう状況なんでね、自分で考えられる範囲、まあお金の面もありますよ。費用的な問題もありますし、場所の制約もあるんでね、かなりね、それなりに頑張ってね、ここまでやってるってだけなんでね、それ以上できますよっていうふうに言われてもですね、まあ確かにお金もかければね、できることもあるかもしれないですけども、まずは手持ちの機材の組み合わせでできる範囲のことをやってみようっていうだけでやってるんでね、そのあたりはご了承願います。ね、今ね、ちょっとね、聞いてるんですけどもね、うちのね、受信環境ってね、あんま良くないんですよ。でね、パイルとかね、いろんなね、声をね、見ながらね、ちょっとね、どんな風に聞けているのかっていうのね、お話ししたいと思います。多分ね、今ね、7004でね、ソータの曲がね、出てるんですよ。3エリアかな。ちょっと遠くなんですけどね。結構大人気ですね。こんな感じです。今ね、こんな感じで見てますけども、スコープがあるとね、どんな風になるかってのが分かってます。真ん中にあるのが7004です。ちなみに、これ、RFG になってますけども、これ0にするとね、こんな感じになりますね。今、プリアンプ入ってますけど、これ切りますね。プリアンプを切った状態だとこんな感じですね。7004で CQ 出してる曲がいて、その下でね、ちょっと下のところで、読んでる曲がいると。プリアンプを切った状態で、こんな感じですけども、雑音がね、ノイズがあるんでね、少し聞こえづらいですね。なんで、今ちょっと被っちゃってますけど、まあ、これでね、少しこう、絞ってます。で、ノイズを落として、これで少し聞こえるじゃないですか。さらにね、フィルターの3ってなるんですけど、これね、2、3でね、これをね、絞るんですよね。こんな
この後やってみますけど、50まで絞ってますね。そうすると聞こえてくるんですね、結構ね。ただそうすると横の信号は聞こえなくなっちゃうんでね、スコープ見てね、見える範囲で確認してるって感じですね。この状態でいつも受信してます。でちなみにこうやってね、呼んでる曲がね、ずれてるときは、リットでね、入れて、これも0ですけど、これ 70Hz、70Hz 上で呼んでますね。こんな感じですよね。まあ、そうすると、ね、聞こえなくなっちゃって、ね、広げますけど、音違いますよね。70Hz 上でやってますね。だこれを元の音で聞いちゃうと 70Hz 低い音になるんですよね。今ねこれね600にしてるんですね。サイドトーンっていうのはただのね信号をこれで、ね、色かけてるんですけどね、こんな感じじゃないですか。これリットかけて、例えばこうやって、まあ、ここまでやる必要ないんですけども、まあ僕がやっちゃってるんですけどね。これで、広げたまま15ずらすと、ちょうど150上のところを聞いてます。戻してます。こんな感じですね。だから、特にね、リットずらしてなければね、このくらいね、150Hz 低い音で聞こえるんですよ。で、このくらい離してもらうと、他の曲と全然信号の音が違うんで、取れると思うんですよね。まあ、ちゃんと聞こうと思ったらね、リットでずらしてね、聞くと聞けますけど、結構ね、難しいんですね、操作がね。これもだからちょっと上で聞いてみましょうか。こんな感じなんですよね。これを、まあ、どこを聞くかっていうのは出してる人のね自由だと思うんですけども、ちょっとね、見えないんで、あれなんですけどね。これご本尊ですね。0で、ちょうど 4.0 で出してますけど。まあ、30から40ぐらいの間でしょうね。多分ね、ずらしてるのね。例えばここにずらしてみましょうか。これ10ですよね。10、100、100Hz ですね。0.10。ずらしてもずらしてるところのね、近くでね、出してる曲がいるんで聞こえないんですよね。これ僕が聞いてる音とご本尊が聞いてる音って違うんでね、よくわからないですけども、ここで聞いてる限りだと、ここ強い曲が、ね、出してるんでね。ね、100Hz 上ですよね、これね。100Hz 上で出てますね。まあ、こんな感じでやってるんでね。まあ、上目を聞いてる、低い音を聞いてるんじゃないかなって気がするんですよね。今 4.10 聞いてます。 4.10 聞いてます。そうするとここで撮ってもらったんで、ここで出してる曲がいる。ちょっと上目に出してるところの曲とやり取りしてる感じですよね。
70Hz 上の曲を呼んでましたね、今ね。まあ、こんな感じでね、いろいろあるんですけども、何が正しいかってことはないと思うんですけども、複数の曲が呼んでいるときに、音フレで強い信号で、2曲以上ね、重なって呼ぶっていうのはね、100回やって一理なしなんでね、強い曲はね、呼び倒しできると思って呼んじゃってるのかもしれないんですけども、僕はね、個人的にはこういう時は、自分で TX ですね、デルタ TX で15とかね、ずらしちゃいますね。隣のね、曲にね、隣の信号にね、影響の与えない範囲であればね、少しずらすのはいいと思うんでね、50とかね、そういうね、ちょっとじゃなくてね、100、0.1 っていうのが 100Hz なんですけども、100Hz とか 150Hz ぐらいをポンとね、ずらします。で、A1 クラブの OAM ですね、オンエアミーティングとかだと、これでも足りなくて、多分ね、20とかね、25とかね、もう本当にね、横にバーンとね、ずらさないとね、多分ね、取ってもらえないんですよね。そのくらいね、パイラップの時は大変だと思います。一般のこういうソータも結構呼ばれてると思うんですけども、多分人によると思いますけども、この場合は多分最低10ですね、100Hz 上で呼ぶとか分けてあげると、ピックアップされやすいし、他の曲とね、競合して呼んで、指揮出してる側にね、全く音が聞こえなくなってしまうってことはね、避けられると思うんでね、僕の場合は、上に 100Hz ずらしていることが多いです。これ下でずらしてますよね。50ですね、マイナス 50Hz ですね。こんな感じでずらしてると思います。まあ、このあたりはね、自分でよく見て、バンドスコープがついてるところだとよく見てね、考えればいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなところでしょうか。これね、今ね IC7300 ってね、リットはリット、デルタ TX はデルタ TX でボタンがね分かれてますし、これのねフィルターもね、こっち側とねこっち側ね分かれてるんですけども、IC705 の場合はね、これがね、一つのボタンでね、スイッチを押して切り替えたりとかってね、操作がね、こんなちょっと違うんですけども、作りはね、全くね、同じっていうかですね、操作方法をね、ほんのちょっとね、ダイヤルのね、数とかボタンの数の違いがありますけども、それ以外は同じなんでね、705でもね、同じことができていますし、それと同じやり方で 7300M を使っています。そんなところでしょうか。まあ、普通のアンテナをね、使ってる場合はね、パッとね、切り替えてできるんでしょうけども、私の場合、これ7300の方は、AH730 っていうね、オートアンテナチューナー使ってます。IC705 をね、使うときはね、これはね、AH705 ってね、もう一個ね、別のね、アンテナチューナーになるんでね、チューナー自体のね、配線と、アンテナのね、エレメントのね、つなぎ替えもしなきゃいけないんで、すぐね、切り替えられないんでね、できないんですけども、まあ、こんな感じでね、やっていると思います。まあ、ちなみにね、これと同じような感じでね、こうなりますね。はい、ちょっと水も違うんですけど、そこ、こんな感じですかね。こんな感じで操作をすることになりますね。まあ、当然ですけども、僕がね、今こうやってますよっていうだけの話であってね、Vlog と称してるんですけども、Vlog なんでね、日々の活動、今何をやってますかっていうだけの話なんでね、これがね、正しいとかね、これがね、優れてるっていう話ではないんですけども、いろいろやってるうちのね、試行錯誤で、今の自分はこんな使い方になってますっていうだけのご紹介です。まずは手持ちの機材の組み合わせで、できる範囲のことをやってみようっていうだけでやってるんでね、そのあたりはご了承願います。